サッカーはシンプルだ。この番組はバルサ好きハッシーノとミラニスタ大輝とサッカー弱者のセラビがフラット3のフォーメーションで主にサッカーについてお話しする番組です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、うん、試合後のロッカールームで3人でサッカー話やサッカーと関係ない話もしてみようかなと思います。間にはね、息抜きですよ。はい、もう8月も終わりますけど、うん、8月は女子ワールドカップ応援してましたか？うん、そう、全試合がっつりは見れてないですけど、やっぱ気になる試合は見てましたよ。はい、日本代表惜しかったですね。惜しかったですね。惜しかったですね。まあ、これ収録日時点ではそこまでしか終えてない、はい、決勝戦がまだなんでねですね。そうだね、そうだね、うん、ちょっといろいろ疑問が湧いてきて、次回の弱者の疑問で聞きたいことも出てきましたので。ああ、なるほど、はい、楽しみに。なんかゴールの入り方がネットのゴールの上のネットにボールが当たってもゴールじゃないんですね。上のネットに、いや、この枠に、あ、うん、なんかね、日本のゴールが入ったと思ったのに入ってないみたいなのが何回もあって、うん、あ、はいはいはい、あれスウェーデン戦でしたっけ。はい、うん、あれはどうなってたんですか。ゴールのネットは揺れた気がしたんですけど、ボールがゴールラインの中に全部完全に入らないとダメなんですよ。はあ、だから、ほら、カタールワールドカップの時の、はいはいはい、三笘の1ミリってあったじゃないですか。はい、ありました。あれの逆版が起きたってことですね。あ、逆なんだ。うん。あ、まあ逆というか、一緒か。要は全部出てなかったから、ピッチ上にあったっていう。あー、そういうことなんだ。うん、多分ラインに被ってはいたと思うんですよね。被ってましたね。それでゴール2回ぐらいありましたね。そう、うん、惜しかったですよね。惜しかった。スウェーデン強かったね。強かったですね、うん、前半特にもうボロボロでした ね、一方的だったね、うん、うん、後半の立ち直りがもうちょっと続ければね、うんうん、後半の後半がもうちょっとあれば日本もいけたんじゃないかなと思ったけど、うん、いや惜しかった、うん、若い子すごいね最近のね。いや本当ですよ、ね、また楽しみですね4年後が、ね、それまた盛り上がれるかどうかはまたこの4年にかかってるような、いや本当ですよ、また同じような、ね、この波を繰り返さないように、ね、4年間我々が頑張るしかないですよ我々にかかっている、我々にかかってますから、ね、我々がどう楽しめるかは我々にかかってますからね確かにね、確かに、うん、4年後どこであるんだろうね。どこですかね、決まってはいるだろうけど、ね、調べてみますね。はい、2027年はまだ決まってないか。あ、そうなのか。うん。2024年に決まりますね。あ、なるほど。いや、楽しみですね。また楽しみにしましょう。うん、とりあえず、決勝戦。もう配信日時点では決勝決まってますけど、うん、決勝というか優勝決まってますけど、はい、決勝戦楽しみですね、うんうん。スペインとイングランドやったっけな。はい、あ、イングランド。うん。へぇ。どっちが勝っても初優勝と言ったらね。うんうんうん。これはなかなかいいなと思いましたね。価値ある大会になりそうですね。うんうん。ね。そんなスペインに我々なでしこジャパンは勝ってますからね。そうだね。完勝だったね、うん、結構スコア的には。ね。じゃあスペイン応援しよう。じゃあ、僕はイングランド応援します。
プレミア的に回したらダメだもんね。そう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 。スペインが勝ったら、そのスペインになでしこは勝ってたから、なでしこ優勝ってことですかね。実質優勝ですね。まあ違うけど、そう。そっか、でもトーナメントの順番が違ったら、スペインに勝って優勝もあったかもしれないってことですもんね。まあ、違う。たらればですけど、可能たられ性ばがね。ゼロではないですよね。まあ、逆にだから、予選でスペインに負けておけば、もしかしたら、ね、スウェーデンとやってないから、わあ。もうちょっといただくかもしれないけ確かに。どね。なんとも。面白いですね。ね。もうちょっと楽しめたなと思うけどね。時間帯がね、仕事意外と中見にとくい。か、そうそう。そっか。あんまり時差はなかったですけどね。逆に、逆に見にくかったと試合いしてう。た。そう、そっか。いろいろ活動してる時間だったんで、ねえ、そうなん個だ。人的には深夜とか早朝の方が見やすいで見すやね。すいね。ただ、テレビで放送するんだったらね、パッとつけた時間にやってる方が、応援はしやすいか、みんな。見ようと思わずに見れる時間帯ではあったから、それは良かったけど。じゃあ、なでしこを見ながら、他のリーグも見てたんですか？いつも通り。他のリーグは今、お休み中なので、今っていうかもう始まってますけど、夏休み期間だったんで、あ、そうなんだ。夏休みがあるんだ。そうです。シーズンオフがあるんですよ。へえ、そりゃそうですよね。そうなんだ、夏なんだ。い夏、つもはね、シーズンオフというか、休みの期間中にワールドカップ男子の方はやってるから。もうで始も、ワまっールてドますカッけどね。プ、4年に1回ですよね。じゃあ、ワールドカップの4年に1回は休みないってことですか？ワールドカップ出る選手は。そうです。大変。だから、怪我がちですね。怪我がちとか、ワールドカップ明け、調子が上がらなかったりっていう選手もいますよね。すごい、いいとこに気づいたね。さすが。やった。なんか、サッカー情報ありませんか？サッカー情報というか、フットオンエアっていう、ポッドキャスト番組のパーソナリティの、コウタさんが、ポストマッチっていうサービスをリリースして、僕それユーザーとして普通に使ってるんで、もし、どんなサービスかっていうと、サッカー見た試合の記録ができるサービスで、今んところ、プレミアリーグだけなんですけど、今後、多分他のリーグも、チャンピオンズリーグも拡大しますって言ってたので、ぜひ使いましょ見た記録っていうのは、例えば。う。普通に感想をかけるっていうやつですね。感想と個人的マンオブザマッチ。この選手が一番良かったっていうのを選べて、で、その試合、他の人はどういうふうに見たかな、どういうふうに思ったのかなっていう他の人の感想が読める感じですね。なんで、みんなで同じ試合見て感想を書き合うと、注目した点が違ったり、やっぱり感じるとこ同じだよねっていうのがあったり、で、その人の投稿を見ると、その人が他のゲームでどういう感想を抱いたかっていうのも見れるので、まだそんなに活発ではないですけど、いろんな人の考察が読めるのは楽しいかなと思います。今ね。プレミアだけ、今はプレプレミアミアだだけ。け。でもセリエ A とラリーガはもう近日公開って言ってましたね。書いてましたね。そう。お、よかったですね。そう。ああ。
もうなんか似たようなことをサカプルのディスコードのグラウンドでもしてますよね。そうですね。同じそう試そう合そう見そう。て、ここが良かったみたいなこと言ったり。そんな感じですね。そんな感じの、ちゃんとうんうんうん。正式、公になってるやつですね。へえ。うん。オープンな。そう。後から見返せるのがいいですね。この試合どうやったかなっていうのが、自分の中でも思い出せるし。溜まっていくとね、シーズン見直してっていうのが、できなそうるかほなっどていね。う。うん。振り返りができるね。そうそうそう。今まで、僕自身、試合見ててもただ垂れ流してただけなんで、記憶を。言い方が あ、でもあれ、ミランの試合は全部配信してましたよ。あ、これカットしますけど。なんかいいですね。サッカー観戦が好きな方にはもってこいって感じですか？そうですね。で、逆にサッカー観戦わかんないなっていう人のもう楽しめるかも。みんながどうやって見てるかっていうのがわかるんで、どこを注目すればいいかっていうのもわかるし、なるほどね。へえ。試合見る前にここを見ればいいんだなっていうのをそのポスト見て予習にもなるし、逆にわかんない人の方がいいツールになるかもね。推しチームの、投稿ばっかでもいいですしね。面白そうぜひ使いましょう。だね。使いましょう。そうですね。ちょうど始まりますもんね。ラリーガも。あ、もう始まってるから、ラリーガは。始まってますね。始まってます始まってますし、セリエ A も明日からなんで、楽しみですね。ね。明日からか。また始まったね、まついたに。生活リズムが戻りますよ。ね。夏休み中は全く何も、試合も何も練習もないんですか？練習試合があったんで、はプレシーズンマッチっていう、それこそ、日本に何チームか来てたじゃないですか。いはい。あれも、まあ、練習試合みたいなもんです。どっちかというと、お金を稼いでる方が側面がクラブ強いからけすると、ど。クラブからす日る本とおは金辛い。稼ぎ、チームからすると、まあ、練習試合。そうですね。だから日本とかね、アメリカとか行って、試合して。まあ、ファンもね、自分の国で、そんな、アメリカでクラシコとかやってたもんね。そうですよね。ファンも喜ぶし、クラブも儲かるし、まあ、選手は、まあ、旅行そ気分かもしれないけど、う。そうか、そうですね。まあそれは多分ね、個人でモチベーションが違うかもしれない。ガチでやってる人たちもいるし。ガチでやりすぎて怪我しちゃう人もいるし。ね、試合出ずに観光だけの人もいるし。ね。いろいろですけど。まあ、オフシーズンでね、オフの過ごし方はいろいろですよね。皆さん、オフの時は何をしてるんですか？何してるんだろう僕、な。最近ね、ドラマ見てますよ。私も見ました。あれです見よました、ね。さっき。ブラッシュアップライフですよね。あ、見そうましでた、あす。れ。橋野さんがおすすめしてたから、あ 面白そうって思って。そう。僕も、橋野さんとセラビさんがおすすめしてたから、見ました。どう面で白しかったた？です。うん。バカリズムさんの脚本ですよね。そうなんだよ。バカリズムのね、ドラマは前も何個かあったけど、面あ、白い。そうなんだ。面白いですよね。そう、なんか笑いの要素をちゃんとした笑いの要素が入ってるんで、面白いなと思って見てて。まあ、設定はありきたりっちゃありきたりやけど、お話の流れはね、面白かったなと思って進めてましたが、どうでしたか？最後まで見て。最ち後なまみで見てね。に、倍速で見た人いますか？あ、あ、僕、見て倍ない。速で見ました。あら。あ、そうなんそっや。か。ドラマとか映画は倍速で見る派ですか？ドラマとか映画によりますね。ああ、なるほどね。僕、倍速では絶対見ないかな。私も、
コンテンツとして楽しむときは倍速で見ます。へえ。作品として見たいときは等倍で見ます。ほう。すいません。コンテンツとして今消ど費しき。ました。そっか。まあ、そんなに変わなんらへんのかか、な、でも。倍速で見てたら気づかなかったかもしれないんですけど、最後のシーンで、あ、そうだ、これは、まだ見てない方とか、ネタバレが気になる方は、ここでもう、停そう止ボか。タンじゃあを押しもた方がいいでう、すネタバね。レガンガンで喋りましょガンガンう。で。最後に、4話鳩が並んでたじゃないですか。で、それが、一番最初のシーンでも並んでたって気づきました？1話ですか？一番。第1話の最初のシーンで、鳩が4話並んでて、でね、私も気づかなかったんですよ。倍速じゃなかったけど。でも、たまたま、私、ボイスレッスン受けてるんですけど、その先生と、なんかの話から、前世の話になって、で、ブラッシュアップライフの話になって、その鳩のことを教えてもらったんですよ。知らなかった。気づかなかったと思って。そうなんや。ていうか、最初のシーンがどんなのか覚えてないです。何から始まりましたっけ？家族の会話最でした初っけ？ね、その外から映って、こう家の中に主人公が多分朝ごはん食べてるでシーすンみよたいね。なのから始まったと思います。そうなんや。どういう意味ですかね、鳩。どういう意味？ ただ最初と最後に置いたよっていうだけなのかな。なんかありそうですけどね。ねえ。面白い。なんだろ面白いですよね。う。そうなんそういうじゃあ細かなのは見逃してる可能性ありますやね。いや、俺一番。見逃ね。す、そうね、可能性あるね。いや、私もあ確りかまに。す。いや、他に倍もいっ速じぱゃいあなりくてそも、そうだね、あるよね。う。私ね、結構出てる人が好きな人が多くて、女優さんと僕もか。好き。黒子。でも、見逃してたのが、お父さん役が、ココリコ田中っていうのを、最後の最後ぐらいで気づきました。嘘。マジ おで？そ父んなさこんととあしかる？見てなかった。そうなん。バリバリ田中やと思って見てたで。いや、田中がもうあんなお父さん役するんだと思って見てました。あと、バカリズムからすると多分先輩じゃないですか。そっか。そっか。どうやって頼んだのかなって、思いました。ドランクドラゴンの塚地さんも。芸人さんが。塚地ね。塚地の扱いね。先輩に対してどうやってオファーしたのかなって、ちょっとだけ気になりましたね。でも先輩でも全然喜んで出るんじゃないですか？いや、面白かったな、でも。面面白白か、かっそう。た。面白かったんやけど、面白かったんや。けどね、設定が、ちょっと引っかかるところがあって、これの話めっちゃした。聞きたい。僕もめっちゃ引っかかあるとこる？いっぱいあった。お、っていうあ、か、いっなんぱか、い、いっぱい。いっぱいっていうか、ちゃちゃ入れまくりたいなっていう設定が何個かありました。あ、私もあっどたれ？よ。じゃあ先に橋野さん聞こうかな。一緒かなっていあ、そう。いや、俺が思っ、めっちゃ引っかかったところは、やり直した人同士が、なんていうの、何回目何回目って、何週目と何週目の、何週が違う人が、やり直してる人生で出会ってるやんか。で、途中で、水川あさみが、その何週目かっていうのと、安藤サクラの何週目かが出会って何週目って話になって、で、次、同じタイミングで、もう一回何週目か、次、一回足された何週目かが始まってるのが、すごい納得がいかな。時間軸がってことですね。死んでる時間が違うし、なおかつ、
それで行くと、何周駅な帰れるかは人によって違うって言ってたんやんか。はいはいうん。はい。だから1回の人もいれば2回の人もいるわけで。で、うん。うんうんうん。1回目の人と1回目の人が、最初一緒に生きてるわけやんか。うんうんうん。今、我々一緒に生きてますもんね。あ、そうそう、今生きてるよね。2周目に行きましたっていう人がいます。2周目に行けなかった人がいたとしたら、2周目に行けなかった人の、この、あ、2周目に行けた人の人生でいる、1周目しか行けなかった人のこの人生っていうのは、これはどういう扱いなのかっていう。なるほど。これがもし1周目と2周目が一緒になるっていうことは、ずれてるやんか。生まれ変わるかタイミングがずれてるっていうのは、原理としてちょっと無理じゃないと思って。あ、言って、伝わってるかな。確かに。うん。や、確かに。それ、なんで気にならなかったのかな。でも、もうあれじゃないですか、もう、分岐してっていろんな人生があって、パラレルワールドああ、で。パラレルワールド。だからね、パラレルワールドで言ったら、出会うっていうのがおかしいなと思って。4周目と5周目が出会うっていうのが、しかも5回目と6回目も同じっていうのが、ちょっとありえへんなっていう。4周目と5周目が出会わないパワラレルワールドも存在してて、出会うやつだけ見てるんじゃないですか？我々が。4周目と5周目が出会うがあるのはいいんやけど、その5周目と6周目でまた出会うのがおかしくないかって、同じタイミングで、死にましたとかで、同じタイミングあ、で生まそっれ変わりか。ますはあり得るかもしありれないけ得る。ど、でも死んでるタイミングも生まれてるタイミングも違うのに、5回目と6回目でもう一回会うっていうのは、これは、確無かに理じゃね。ない。なんか、なん確かていう、に。いうのが思う。そう。ないけど、これ誰か確か説に。明してほしい。あ、安確藤かに。サクラが死ぬシーンは何回かあったけど、水川あさみは死んだシーンはなかったですよね。そうそう、なんか、ありましたっ死後け？の世界のシーンだけでしたね。死後の世界って言っていいのか？死後の世界って何でしたっけ？白いところ。あ、そっかそっああ、か。そこに水あ川さんもいたのか。あ、いて。り食いのありの方ですって言われてましたね。そうそう。面白いよね、あれ。あれ面白いよね。面白い。確かに、同時に死んで同時に生まれ変わってるなら、あり得るけど、おかしい。ああ、じゃあ、もうあれですね。自分以外はもう、モブっていう設定じゃないですか。もえ、なんて、なんて。う 自分も含めてか。自分も含めて、全部、トゥルーマンショーみたいな感じで設定されてたものなんじゃないトゥルーマンション、わからへん。ですか。もう、それはそういうもんだっていう設定の中、生きてるみたいな。僕たちも。なんか生きてる？どういうことや？ どういうこと？簡単に言うと、今、ハッシーノさんが人生何周目かは、僕はわからないんですよね。逆に、ハッシーノさんも僕が今人生何周目かわかんないじゃないですか。明かしてないんで。なんで、僕とセラビさんっていうか、ハッシーノさん以外の全てで打ち合わせして、そういうことねって言ってるって話です。ハッシーノさんだけが人間で、人間という自我を与えられたものと今勘違いして生きていて、それ以外はもうすべて設定です。作品が変わってきた。もう、そういうこと、そうあ、でいうこも、となの。確かに辻褄は合わないですね。もうドラマとして、そこはちょっと目をつぶって。
楽しむみたいな感じ？オッケー、じゃあ、ここは一旦目をつぶって、二人うん。の違和感を聞いていこうかな。僕、違和感ちょっと明確に覚えてないんですけど、死んだ時に、人間以外として生まれたやつが死んだ時にどうなるのか。人間と確バかカリにズムとね。会話するのか、また別はいのはいはい。白い世界じゃない、なんか青い世界があるのか、わかんないなっていうのと、あ、なるほど、そこ面ね。はいはい。白い。うん。あとなんか、名前、生年月日と名前となんか書いてましたよね。名前を書けない状態にある人とか、生年月日が存在しない、生年月日存在しないのは嘘、ないか、名前がまだない状態とかのと、なるほどね。でもこれも多分、これから言うことも全部答えないんで気になったなっていうだけなんですけど、人間、て一番いいのが人間ではないっては言ってたじゃないですか。その時になりたいと思ったものになれるかなれないかが徳を積む。人間以外に徳を積むっていう概念があるのかどうかと、人間と人間以外で徳を積むの徳が一緒かどうかと、オオアリクイに生まれたオオアリクイは死んだ時にオオアリクイ以外になりたいと思えるのかどうかと、オオアリクイ以外の生物の存在を認知してるのかどうかが全部人間以外だったら設定ざるだなって思い出しました。そうだね。確かに、それはそう思う。人間中人間以心に外。描かれてるから、ね、大輝くんみたいにメタな視点で見ると、いや、余人韻間中が心溢れかなんかでれすてよって言ってくれればいいんだけど、る。人間が一番いいってわけじゃないっていう、微妙な設定があったから余計気になっちゃいましたね。なんか二人の疑問がすごい壮大で、私の疑問がめっちゃちっぽけなんですけど。なんかこう2回目の人生が始まって、本当は記憶があるけど、その赤ちゃんだから喋らないでいたりとかしてたじゃないですか。で、保育園になって先生とお友達のお父さんが不倫関係になりそうだったから、1回目に公衆電話のところまで夜行って、で、ポケベルのなんか番号を押してなんかメッセージを送ってて、で、それを2回目もやったんですよ。3回目ですよね。2回、3回目のあ、人そうそう、生3で、回目か。2回繰り返してやったから、いや、2回は繰り返さなくても、その保育園の電話を使うとか、なんかないかなって思いました。いや、思っ た。結構それ警思っ察沙た。汰になっていや、ね。3回目なんで警察に入れなくていいのになって思った。そうね、あれなんかわざと感あるよね。ねえ。ああ、確かにね。いや、そう、これ突っ込み出したらきりないやつか、もしかそうしでて。すよね。まあでも、ドラマってそんなもんなのかもしれない そうです そうね。か。そう、だからなんかね、面白かっただけに、なんか設定もうちょっとできたんちゃうかっていうのはちょっと思ったりはしそうですね。た。欲しいと思って。タイムリープ系の映画とか、私結構好きなんですけど、イギリスかな？なんか、アバウトタイムっていう映画知ってますか？知ってる。あ、絶知ら対見たない。ことある。でも思い出せない。ちょっすと、ごい好き知ったで、かぶりしたいので検索しますなんね。かね、その家族の男の人だけタイムトラベルができるっていう能力を持っていて、で、家の中のちょっと薄暗い部屋、なんか、収納の中とかに入って、で、なんだろう、念じるんだったかな。なんかね、やり直せる、ちょっと前に戻ってたりとかするんです。で、それで、まあ、結局は、まあ、戻ってやり直しは何度でもできるんだけど、私の解釈だと、やり直しはできるけど、
まあ、人生は一回だから、うその今を大事にしなきゃっていう話だなと思ったんですけど。んう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 ん。見てないけど、僕もそう思います。あ、見て見ないてというなか、い 見てなかった見た、見た、見たあ、見けた。ど、覚えてないので、このポスターは覚えてます。そして、この女優さん、僕が一番好きな女優さんです。覚えてないんだね。内容。内容覚えてない。で、このブラッシュアップライフがタイムリープ系だったから面白そうと思って見ました。今もまたタイムリープ系のドラマやってる、見てる？へえ、見てないです。見てない。最高の教師やったかな。タイトルはへえ。なんか、聞き覚えはあるけど、タイムリープ系なんだ。そうなんです。またやと思っへえ。て、それ見てるね、今また。おお。面白いじですゃあ、か？ちょっと見てみようかな。ちょっと、タイムリープ、そうやな。タイムリープしてるけど、まあ、見てみよう。見れるなら。最高の教最師？高の教師やったと思う。確か、何で松見れるん岡。だろう？ TVer で見れる。見れ TVer そとかじゃん。多分、TVer う。で見れそう。これは、学園ものなんそうなんで、結構教育、今の教育みたいな感じ。教育というか、なんていうかな。昔のね、金八先生とかそういう学園ものとは違う、今の学園もの、なんか伝えるメッセージ性が結構あるへえ。感じかな。おお。全然タイムリープ感ないですよね、タイトルとか見てても。そうなんよ。でもタイムリープしちゃってるから、最近。へえ。よかったら。はい、次の課題ドラマですね。またじゃあ、僕は倍速で見ますね。なんか、役名で呼ぶか、役者名で呼ぶか、統一したいですね。ね、でも役名いやはもう、覚えてない、ちゃんと。そう、覚えてないのよね。アーチン、ナッチ、ミーポン。確かにそうだった。アーチンが安藤サクラで、ナッチがカホ、ミーポンが木南晴香。で、この木南晴香さんが私、すっごい好きで、喋り方がめちゃめちゃ好きなんですよ。わかる。わかる？わかる。もう喋りの演技が好きで、なんか、ラジオとかやってないのかなって思うぐらい、ずっと聞いてたい。なるほど。すごい好き確かでにす。ね。僕、あ面れで白知いりしましね。た。勇者ヨシヒコで初めて知りました。見てまあしあ、た。そう。俺、ああれれ、も面白かったですね。あんな役もできるし。で知ああ、った昼ドラ。やつ。玉木宏の奥さんですよね。そうやったっけ？いやー、めっちゃ好き。セラビさん、一番好きな俳優さんが、木南晴香さんですか？一番かはちょっと、でも結構好今んきとでこ、す。好きですかって聞かれたら、はいって答えるめっち感ゃじで好すきね。です。他にも好きな女優さん結構いるので。誰ドでラすマやっか？たら、一番？あのドラマの中では一番。あ、このドラマの中では一番です。なるほど。他に僕、は？もう、あのドラマやったら？あのドラマやったら、カホさんか、まあ、木南晴香さんかな。そうか。俺、水川あさみ。水川あさみも。でも、そんなすごい好きとかではないかな。
素敵なああ、そう。方だなっ声がて。ね、声が好き。あー、ちょっとなるほこど、もってるうん。感じですかね。独特な声が。なるほそうど。なんですよ。水川あさみさんも好きですし、安藤サクラも好きです。水やっ川あさみと、ぱ、うん。黒木花さんでしたっけ？が、カラオケの部屋の中でブチギレるシーンがあったじゃないですか。あれ、私、女優さんがブチギレるシーン好きで、なんかコント見てるみたいで、なかなかあんなブチギレる人見れないじゃないですか。確なんかかに、楽見れないね。しい。まあ、実際にブチギレた人とかは怖いけど、その演技でブチギレるのめっちゃ楽そしい。うね。なるほど。面白いね。ねえ。面白多かった。分確か本に。人もあ楽そこしのんでるんシーだン、ろう面なっ白かったて。ですね。面白かったね。面白かっそう。た。説明してるのと実際が違うっていうね。面白かった。面白かったね。あとね、ドライブ・マイ・カーに出てた、三浦、何でしたっけ？女優さん。三浦透子さん？でしたっけ？市役所に勤めてるときに、同僚で、なんか、あ、多分三浦透子さんだ。透子さんなんだね。そ Go の to Hell の人 T シャツの人でも、すよね。Go to Hell の T シャツ。でしたね。の人ですよね。その人の演技も好きです。あまり印象ないな。あんまりないな。結構いい、なんか、飛行機、なんだったっけ？飛行機、に、そめっのちゃパブイロチット入にれてましなったよね。た時に、その時になんか、ナイスプレイというか、ファインプレイしてませんでした？してましたね。してた、してた。なる僕、あほれど。の直前の毒盛ろうとしてたシーンが嫌なんですよね。そんなことしてほしくなかった。いや、思い出したけど、あの判断は合ってんのかなっていうのは思うよね。パイロットになる判断が合ってるのかっていう。あ、そういうこと。あ、そもそもそうか、そうか、そうか。そもそもね。確かに。どうしすまごい。す？どうしてるかな、僕だったら。どうしてるかな。でも二人だけ助けるは違うってなったってことだもんね、あれは。ああ、そっか。どうしてるかな。でもなんか他に方法あるんちゃうんってあり思う。そう、ありそうだよねえ、ね。思うけどね。だから、あれですよね。浅野忠信みたいな人が出てくるんですよね。パイロットにならずとも止めようとした。あった。めっちゃすご超い。役でしたよね。ねえ、すっごい無駄遣いだったけど。すごかったね。すごかったね。ねえ、匂わせて。なんいや、か、面白かったね。妙に納得したのが、アーチンが、2回目の人生の時に、最初の人生で初恋だった人を好きにならなかったっていうのがあって、で、その初恋の人が大人になった時を知ってたから、中学生の時に好きにならなかったんですけど、それがなんか妙に納得。ああ、確かに。いや、まあでも、そうだよねって思った、僕も。ねえ、粉雪の人を。粉雪何回聞いたか、あれ。ねほんま、そうやね。
いやー、でもなかなかね、タイムリープでも実際どうなろう、したらどうするのかな。どうす、でもす、そうか、一回死なないとできひんもんね、ああ、今。まあ、そっか。この場合はそうですね。このっていう場合か、は。あれってどんぐらいの確率でタイムリープしてるんですかね？できない人がほとんどってことなのかな？あのドラマの。あのドラマの中だと。そうじゃないいや、と、だから、ごちゃごちゃになそうそう、りだますからよね、ね。何回目かのパッ、先言ってたやつなんやけど、その1回目で終わる人と2回目の人の、2回目の時にこの1回目で終わった人の、2回目の時もまた1回目の人なのかっていう話。1回目の人。その人、ああ、そっか、どうなんだろうね。で、この人は誰っていう話。誰ってなりますね。そのそう人、そうそう。もう、自分の中では9回目とか生きてるかもしれないですよね。1回目かどうか分からず。設定上、タイムリープできる人以外全員1回目っていう感じにしてましたけど。あ、そういうことか。ああ。記憶がないタイけムどリー何回目っプ、ない。てこと？あ、いや、そういうじゃこなくと。て、言ってないだけで、何回目とかタイムはあ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 。リープできるって。へえ。あ、待って、今の話、ちょっと納得しちゃったんやけど、その記憶がないけど、何回目ってやつ。ああ、そう考えたら全部納得いくな。記憶がないけど、なんか。あ、記憶がないけど何回目っていうこと。でも、その回数がずれるのがやっぱり納得いかない。違うな。回数も、そっか。5回目の人と、う1回目の人の5回目で出会うこの人がもし何回目であろうと、記憶がないなら1回目やんか、絶対。ん。うん。うんうん。でも記憶があって8回目とすると、8回目とすると、この5回目の人の前3回に出会ってる話になってくるやんか。わかる？そうですね。5 回目の人と8回目の人がここで会ってるなら、この8回目の人の1回目と5回目の人の、このマイナス3回目みたいな。で、ここの人は誰で、なぜ急に5回目になったのっていうのが、このズレが、納得いかないんだよね。この1確回、かにな。スタートが全部一緒で、この5回目の人と1回目の人、1回目誤解してる人がいるのはいいんやけど、ずれちゃうのはちょっと、ずれ納得いますかん。ね。確かにね。そうなんや。それなんか考えても出てこんかな。こじつけでもいいからなんか理由探したいですだから誰か俺を納ね。得させてほしい。のズレについて、また戻っちゃった話。やっぱりもうそういう設定そうでか、しそれかしかない僕か。思いつかない。僕の安直な脳みそだと。バカリズムに聞いたら分かんのかなんな。だろうね。みんなリセットされてんのかな？記憶。ドラマの話？あ、そう。ああ。もしかして 実際にやかし、と思った。けど、とか。実際には、ちょっと、わかんないね。確かに僕が何回目かわかんないですね。生まれ変わる説派の人。僕は生まれ変わらない説派の人です。セラミさんは？なんか生まれ変わってるってか、前世とかありそうって思います。なんか今世で初めて会ったのに、初めてな気がしないとか、ないですか？ない。なないい。ですね。なんか、ある？あります。ええー。
そうか。ないですね。ないな。うん。ないんだよね。なんか、それこそ、あれ変わると、どういうシステムって思っちゃうから。し、僕、死後の世界もない派です。死んだらどうなるは？死ぬ。無。無。無？無。だから、あれなんですよ。お墓参りとか僕行くのかなって思ってます。将来。今、お盆、お墓参り行くんですけど、それ今生きてる人がいるんですね、僕の身内に。まあ、それはいるけど、両親も生きてるし、おばあちゃんも生きてるんですよ。生きてる人のためにお墓ちょっ参り行ってと待って、るんですよ。面白い。今の表現面白いね。生きておる墓人のた参り、めに？お墓参り行ったよっていうのを生きてる人のためにしてるんですよ、僕。おばあちゃんとかお母さんととかか、のおため母さんに？とかが、行きなさいよって言うから、し、おばあちゃんとかお母さんとかお父さんは、お墓参り行くことに意義を感じてるから、行ってて、僕家族のことは好きなので、行かなかったら悲しむことを知っているので行ってるんですね。なるほど。でも、死んだら無と思ってて、両親だろうが。死んだ時に感情はないので、僕が行かなかった時に、悲しむ人がいないんだとしたら、行かないのかなって今んとこ思ってます。将来どうなるかわからないですけど。なるほど。お墓にはいないって、なんかね、歌もありますけど、歌ったね。なんか、どっか近くにいる気がするみたいなのもない、無。無。なんか、僕も、死んだら無になると思ってるんやけど、やけども、先祖を敬う気持ちはあると。それの、まあ、自己満足でお墓に行くとか、まあ、仏壇に手を合わせるとか、そこにいる異品関係なく、感謝とか尊敬の気持ちを伝えるっていう、行為やと思ってるんやけど。やけど、なんかね、あれ、映画、ディズニーの、リメンバーミーか。リメンバーミー。見た？見見た。た。れって、なんか忘れられたら消えちゃうみたいな。なんか、あれを見てから、あ、それは、それなら忘れたらあかんなっていうのもちょっと思ったりして。あ、なんていうか、そんな死後の世界があるとは思ってないけど、思ってないけど、もしそうやとしたら、そういう設定があるとしたら、なんか、そのためだけにでも、こう、手を合わすとか思い出すっていうのは意味あるな。それがあるなし関係なく、あるとしては意味があるならやった方がいいかなと思ったな。ある人がいるなら。そういう世界があるとしたら、やった方がいいなって思ったっていう。あるかないかは知らんけど、個人的にはないと思ってるけど、あったとした時に やった方がいいなって。なるほど。って思ったねっていう話。めっちゃ偉い。ないかもしれないし、あるかもしれない状態そで、う、わか橋ら野さへん。ん的にはないと思ってるけど、そう。会った時のためにやっとこうみたいな。それは結構意味あるなと思ったっていう。
その映画の中だったか、なんか人間が二度死ぬっていう話がなかったですああ、そう、か？ね、そうそう肉そう。体の死と忘れられた時にもう一度そう死そうぬそみたうそう。いな。そう。なん僕そか、のあ言と、葉めっちゃいい言葉だと思いますけど、ワンピースでもありましたし、まあ一回しかしないだろうと思ってます。え、じゃあ、死んだら天国のおばあちゃんに会えるとかいうふうに思ったりはしないんだね。全く、それは全く思わないです。え、死んで無になる。無になるっていうのもないです。なんか無になるっていうと無がある感じしません？るみたい。確かにね。それも、それはそう。なく。もう何もない。何もない。へえ。となんか思っじてゃあ、て。幽体離脱みたいなのもなく、幽体離脱もなく。死んだ自分を見るみたいな感じですか？ああ、ないと思う。大輝君的には、霊的なものとかはもう一切信じてない感じ。そうですね。あるかないかというよりも信じてないっていう感じですね。でも、なんていうんですか、これはないって言ってるっていうことなのかもしれないけど、その人の心の中にはあるんじゃないって思ってます。神様的な感じで。ああ、そんなこと言っていいのかな？神様もいない とされてて いてもいいけど、僕はいないと思っていて、でも、なんていうんですか、実在はしないけど存在はしていて、神様。その人の中にはいて、で、実際僕たちの中にも神様って言われて思い浮かべる神様像があるじゃないですか。そういう意味では、あるし、いるから、幽霊も霊魂も、そういう意味では、あるし、いるけど、実世界には反映されないというか、その人の心の中にあるっていうだけ思ってます。あ、だから、ないけど、あるっていう人のことは、そっか、あるんだねって思う感じかな。なるほどね。確かにね。そうか。メサヨさん的には？どう？神様はいない。よく出てくる、白髪のおじいさんみたいな、偉い人みたいな人はいない。と思う。けど、一人一人、何かしらの、なんか信じるものみたいなのがあって、それが神様って表現されたり、何か他の表現されたりとかあ、するそのだけ信でじあっるものってて、ていうのは、なんだろう。自分の健康を信じる人みたいな。なんだろうね、自分のなんか信念みたいなものの人もいれば、なんか、その日本語で言うと、お天道様とか、まあ、そ 難しい。う。一緒に近い気がするけど。そうね、言ってることは似てるね。それが自分の中にあるかどうかですかね。自テラ分ビのさんの中中に。に、その信念というか、神はいないにしても何か信じる何かがセラビさんの中にはあるんですね。ありますね。で、なんかその死後の世界も、
ある気がする。どんな世来界？世とか。え、とりあえあず体を失って、魂だけになって、で、ふわーって飛んでいけそう。好きなところに行ったり。でも、こういうのもなんかいろんな、なんか今まで見てきたものとかから自分が想像して作り上げてる妄想、なんでしょうね。めっちまあね。ゃ込みじゃないですか。ふわーって飛ぶところ。過去何人人類がいたか、人類以外も生物がいたかわかんないけど。そうね。そうなんよ。そう、そこがね、生まれ変わり説はそこのまた矛盾が絶対あるんじゃないかと思ってて。数合わへんのじゃうかと思う。でも、生まれ変わり説信じてる人は、あれですよね、無機物にも生まれ変わりますもんね。無機物？うん。へえ。そうだ。水物筒とに？か。うん。そうなんや。うん。あ、でも、これへもなんだろう、あれに、宗派？宗派っていうのかわかんないけど、え。どういった生まれ変わり説を信じてるかにもよるのかもしれないけど。な、そう。もう、これ、何で聞いたかも、もう忘れましたけど、冷蔵庫の取っ手部分みたいな生まれ変わりが、でもこれは、なんか、映画かドラマでパッと一言、あれと、セリフとして言ってただけかもしれないけど、そういう生まれ変わりも、ありますもんね。冷蔵庫だったか戸棚か忘れたけど、そこの部分、みたいな、生まれ変わりとか。どういう状況なの？生まれ変わるって何？生まれたのが、わかんないですもんね、僕たち。どの瞬間にそうやね。どの瞬間にっていう生話。まれたというか、魂というか、意志が芽生えたのかが、生死の段階でもう僕なのか、受精して、生まれた瞬間が生まれ変わりの生まれなのか。生まれ ねえ。こう考え出したら、絶対分からへんやつやけど。なんか、キリスト教の、あんまり適当なことしか言えないですけど、理想の一部って、不老不死とか、辛いことがなくなることじゃないですか。そして、死んだ人も生き返る。復活。めっちゃ渋滞するなって思うんですよね。し、死んだ人が生き返るのの、生き返ってきた状態、健康な状態っていう言ってるらしいんですけど、僕は聖書の原本を読んだことなくて、その、跳躍、わかりやすい聖書みたいな本しか読んだことないんでわからんすけど、なんか、健康な状態で生き返ってくるらしくて、なんか、何歳とか設定があるのかなとか、思うんですけど、で、なんか、会いたい人に会えるっていう設定で生き返ってくるんですけど、例えば僕の母がまだ生きてますけど、死んでるとして母に会いたいって思った母って、何歳の母で生き返るのかわかんないし、その母が何歳の状態で生まれたいのか、もう、わかんないから、まあ、わかんないなって思います。そんなことあるかいな。簡単に言うと、そんなわけないでしょって思うって意味ですけど。これは聖書を正しく読んだ人に怒られたいですね。そうね、宗教絡んでくるとね、よくわからなくなる。なんか遺伝子とは何かみたいなね、話も。
なんか今ちょっと読んでる本が、最近読み出した本があって、そうそう、なんか、前にちょっと読んでた、将棋の小説の本みたいな。あれもなんか遺伝、才能は遺伝するのかみたいな話やったけど、で、最近読んでる本は、その遺伝子、それも才能とか遺伝子の話の本なんやけど、その科学的な本で小説とかじゃなくて、なんか、一卵性双生児と二卵性双生児を比べて、遺伝子の割合とか、似てる、似てないの割合がどれぐらいかみたいなとかが書いてあって、そういう実験が、まあ、有名なのをやってるとかっていう話とか。違うかな。なんか、あれですか、表紙に男の人2人並んでるやつですか。ああ、表紙覚えてないな。でも薄い本でまだ読み切ってはないんやけあ、じゃあど。違うか。タイトル忘れたけど、なんか同じような研究があった気がする。そうそうそう。なんか、そんなん読んでたら、遺伝子って何っていうのとか、遺伝する部分は確かに。何とかも、なんか考え出したらちょっと頭おかしくないです。なりそうだし、そこ考えれる人ってなんか、すごいなって思う。よく嫌にならないなって思う。ねえ。なんか自由意志はあるのかないのかみたいな話になってくるし。むずいよね、それ。いや、むずい、むずいね。これ、えらいもうむずいないよっ話になてる。言ってくれればいいんですけどね。いや、そうなんよね。いろんな説があるもんね。いろんな人がいるし。結局、死後の世界は死んでみないとわかんないっていうことで、今、そう今ですの人ね。生を大事に生きようってしか思えないですよね。そうそう、結人局そ類、生きう。てる人は。結局そう。そうですよ。今を生きるやつね。今を生きるできてないな。ね。まあ、やり直し聞きますからね。生きてれば。お、かっこいい。名言や、これ。確かに。生きてればね。生きてればね。死ぬまではね、何でもできますもんね。何でもできそう。ますよ。そうですよ。生きてこそ。だか生らきやたりいたいこね。とやりましょね。ほんまにそう思う。う。やりね。たいことやる。それはそう思う。でも、できてるかどうかわかんない。本当？だって仕事をやりたいそう、そくこなね、いんだそよれ。な。いや、ほんとそれ。ほんとそれ。そうこれめっちゃ今を生きてないんですよね。そうそう。そうなんですよね。本当にそうなんですよ。全然苦じゃないんですよ、僕は。僕はというか、ああ、そう、言ってるね。けど、本当に一番やりたいことで、本当に今のことしか考えずに生きてるかって言われたら、そんなことない。なーって思う。ちょっとは予定立てたりするし、未来のこと考えてるなーって思う。そう、いや、そうだよ。未来のこと考えまくってるよ。そう。いいんだよね、別に考えても。いいと思うよ。未来のことも考えるけど、今やりたいことをやり通すというか、はできてないから、それを両立させれたら、ね、最高なんそうなんだよね。そう、夫の小学校の時の先生が未来を見据えて今を生きなさいって言っておお、くれ名て言またた。らしくて、それいいなと思って。いい先生だね。へえ。めっちゃいいよ。
そうか、それやな。いや、だから今、あ、これちょっと話めっちゃそれるけど。長男の高校の進路問題そうながんいいだよな。将来の話になるとそれがね。そう、そうなのよ。これもだから、どこを目指すのかとか、何をしたいのかとかを考え出したら、考える未来によって全然変わってくるし、ゴールをどこに設定するのかによっても全然変わってくるから、めっちゃむずいなと思ってて。そうなんですよ。それって、全く考えないってできます？橋野さんが。映画？もう本当に子供の自由にする。何にも考えないっていうのってできます？でき、しようとしてる。そう。僕も、脳内ではしてるんですよ。でも多分無理だなって思う。ああ、そう、これね、ちょっと、ああ、これカットとかできるのかな？できます？大学まで、かわいい。脱線しましたけれども、そうですね。こんな脱線感じしすで、ぎましたね。ドラマの感想から、いろんな方向に話が膨らみました。しましたね。はい。楽しかったけど。じゃあ、来週は真面目にゲスト会をお送りしましょう。来どうし週まのしゲょストは、初のゴールキーパーです。う。おお、そうでしたね。誰が来てくださるの忙しい。か。また楽しみに。楽し楽みしみに。に。ありがとうございました。ありがとうありござがとうごいざいまします。た。サカプルではサッカーが大好きなあなたからのお便りやツイートをお待ちしています。フラット3と楽しくサッカー話がしたい方は、ぜひ番組ディスコードに遊びに来てください。お便りフォームやディスコード、配信で話題に挙げた動画も見れるツイッターなどの詳細は番組概要欄をご覧ください。サッカーはシンプルだ。毎週土曜朝10時キックオフです。